意料理はありますか？料理の失敗談を教えてください。得意料理は豚の角煮ですかね。圧力鍋を使って作るんですけど、すごい簡単なので自分で言うのもあれですけど、美味しくできてるかなっていうふうに思いますね。料理作って失敗したのは、最近だと茶碗蒸しを作ったんですけど、火にかける時間というか強火の具合を間違えたせいで全く固まんなくて、で固まんない状態でこうずっと鍋にかけてたんですけど、最終的にやっぱり固まらなくて、もう諦めてスープ状になってたんですけど、それで飲みました。はい、なんか食べたというか液体を飲んだって感じでしたね。そんなこともありました。初めての体験は、相当痛いと聞きました。どれくらいの痛みなのですか？男性にも分かるように具体的に教えてください。痛さを例える、そうですね、どれくらいですかね。でも切り傷とかね、また違いますし、もうなんかそんなところには何も入らないんですよってところにグッと押し込まれてやられてるので、どうなんですかね、鼻の穴に鉛筆刺されるとかなんですかね。絶対そっちの方が痛いですけどね。もともと入るようにできてないんで、穴自体が、鼻の穴自体、だからまあ無理やり突っ込まれるっていう意味ではそういう感じだと思うんですけど、例えるのって結構難しいですよね。男性陣だったらどうでしょう、お尻の穴になんかちょっとこう太めのなんかちょっとグッと突っ込まれたって感じで思ってもらうといいんですかね。私の時もそうですね、やっぱり最初痛かったですし、パンツに血もついてましたし、最初っていうのは結構なんか痛い思い出しかやっぱないですね。気持ちよかったとか全然ないです、そんな余裕はないです。だから AV とかって多分その最初が気持ちいいなんてね、嘘じゃないかなって思っちゃいますね。はい、というわけで女子部屋でした。すずとお友達になってくださる方、チャンネル登録してくれると嬉しいです。あと質問もお待ちしてますね。